セプテムブリ市内のベトレンドル村のパノラマ画像、セプテムブリは、ブルガリア南西部の町、および、それを中心とした基礎自治体、パザル軸州に属する。上、トラキア平原の西の端に位置しており、パザル軸からは 19km である。セプテムブリ、セプテムブリ、セプテムブリ等の金表記がされることもある。町の名前は、9月を意味している。 4つのトラキア人の紛糾と、住居アトピスティロス、そして古代ローマ都市がこの町の近くで発見されている。セプテムブリは、ブルガリア帝国時代も都市があったが、14世紀末にオスマン帝国が侵入すると、町は破壊された。町は15世紀に再建され、トルコ語でサランベーと呼ばれていたが、1949年にセプテムブリへと解消された。セプテムブリは、 鉄道沿いの町として発展してきた。ハスコボとベロボを結ぶ鉄道は1873年に開通し、さらにロドピ山脈のどぶりにしてとを結ぶ狂気の鉄道線が1945年に開通した。セプテムブリ基礎自治体には、その中心であるセプテムブリをはじめ、以下の町村が存在している。AB。2008年10月8日閲覧。ありがとうございます。